やばい、この道気持ちいい。うおー、すげー、怖い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 。野辺山高原、平沢峠、標高1450メートルか。いや、ほんとね、周りが開けててすごくね、景色がいいんでしょうね晴れてれば。今度晴れてる時に絶対来よう。よいしょ。じゃあ次の目的地に行きますか。はい、で次の目的地なんですけど、このまんまね、八ヶ岳をぐるっと回って、白駒の池だったかなっていうところに行きたいなと思います。で、白駒の池で何するかっていうと、苔の森といったあの場所があるんですよ。で、そこに行ってみたいなと思います。今日のね、メインはその苔の森だったりするんですよね。あの、僕苔大好きだからね。だけど、まあ、この雨だからどうかな。まあちょっとわかんないけど行ってみましょう。今走ってるところがね、この佐久甲州街道っていうのかな、ここ経由で白駒の池に行きたいなと思います。なんか晴れてきたあー、このまま晴れてほしい。地面も濡れてないから、そもそも雨降ってないのか。この調子でね、白駒の池もお願いします。あ、すごい曇ってるけど手前の山見える。お、すごいな。今日はね、天気微妙だったんですよ。あの、調べた時も微妙な曇りか、まあ、午前中雨みたいな、そんな天気で大丈夫かなと思ってたんだけど、やっぱりダメだったねだけど明日は結構晴れるみたいだから、明日はね、ヴィーナスライン行くから、ヴィーナスラインで絶景が見れたらいいかな。おー、いい景色。あー、晴れてるね、こっち。あー、気持ちいいわ。あー、これこれこれ見たかったのいいね、やっぱ緑は。もうそろそろ左かな。どこだ、ここか、ここ左か、細いぞ、こっちでいいの山道だな、完全に。意外と舗装はいいね。いやー、のどかのどか畑、あ、青空。おお、これ結構午後期待できるかも。よし、ここはどこですか。あ、川ん、湖があったぜ。何これ、結構遅くなってきたね。これは車だとすれ違い無理だな。思いっきり民家なんですけど、おお、怖っびっくりしたいきなりなんか道がなくなってた、びっくりしたわ。あ、めっちゃ晴れてるここ。あー、気持ちいい。やっぱ晴れてる方がいいわ。あ、湖畔入り口だって。ここ松原湖かな、もしかして。多分そうだね。おー、いいぞここ、気持ちいい。
八ヶ岳ビューロードめっちゃいいじゃないですか。お、ここ展望台行ってみよう。うわー、すげー、怖い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 、あぶねあぶね。八ヶ岳連峰、やっぱ見えるんだねこっから。まあ残念ながら今日はやっぱり雲があるから全然ね、奥の方の山全然見えないから見えないけど、まあそれでも気持ちいいね。やばい、この道気持ちいい。うわーすごいわ。あー、こう自然の香りが最高ですわ。でこの先はね、ナビを見ると結構くねくね道、タイトコーナーが連続してるっぽいから、八ヶ岳ビューライン結構楽しいね。ヘアピンカーブ、よしクリア、トンネル、もう抜けると、うわーすげー、うわすごいんじゃないこれ、ちょっと、いやーすげーな、こっからの景色も最高だな。ここは、あーレストハウスふるさと、あー見たことある、キノコ汁だって、気になる、ちょっと行ってみましょう。お腹はねそんな空いてないんですよ、だからちょっとキノコ汁だけども飲んでみたいな。おお景色すごい。よし、じゃあお腹も膨れたし行きますか。いやーキノコ汁ねめっちゃ美味しかった。すごいね、お味噌汁なんだけど甘くて、いやうまかったな。もしね近くに来ることがあればね、ぜひね立ち寄ってみてください。めっちゃおすすめです。じゃあ次はねこのまま白熊の池に行くんだけど、こっからねだいたい6キロぐらいだから結構近いんだよね。白駒の池って標高 2000m ぐらいにある池らしくて、結構ね神秘的な池らしいんですよね。苔がね、すごくね生息していて、とても幻想的なとこみたいなので、楽しみですね。ここはもうメルヘン街道になるのか。なのでこのまままっすぐ行くとヴィーナスラインに行く感じになるのかな。こっからね景色がいいルートらしいんですけど、どうなんでしょうね、今のところ木しか見えない。今日の道は綺麗で気持ちいいな。標高がねもう 1900m、 高いね、寒い。寒いぞ、ここ22度か、さっき汗かいたからかな、すげえ寒く感じる。お、ここかな、駐車場がある、ここだ、バイクは止めれるかな、有料駐車場、二輪は200円って書いてある。ショウ到着、よし、じゃあ行ってみますか。ここがね入り口っぽいですね。
白駒の池。すごいですね。じゃあ入ってみましょう。あ、すごいぞ。この辺りめっちゃ幻想的。いやー、ここね最高の場所でしょ。苔好きにはねたまらないね。よし、だいぶ満喫したからそろそろ行きますか。もうね結構暗くなってきちゃったね。いやー、めっちゃ苔満喫した。いいねここ、苔の森か。いやー最高だった。よし、じゃあ次の目的地に行きましょう。今ねビーナスラインに入りましたね。こうやって行けないのかな。つらいつらい。おきれいですね。